返事が来ました。あ、押してなかったのかな、もしかして。そう、大体そういうのが多いね。だから一人でやってる、多分これ一人か何人かでやってるのかわからないけど、5人って書いてある。うん、だからその中にキーボードがいれば、うん、そういうの使ってるんじゃないかな。まあその方が音いいからね。うん、これだ。面白い音ですよ、うん、はい、はい。あ、なんか鼻がやだ、クスクスして。鼻からみんなが YouTube に配置しよう、うん、鼻から YouTube なかなか難しい。はい、はい、ね、うん、U2 にしては割とこう、まあ、普通の曲っていうかな、ええ、意外とあのエッジがいろいろリフを作ってそれに乗せていくっていうパターンが多いですよ、はい、これだとなんか曲が先行してできた、あ、綺麗なメロディー、綺麗なメロディーですよね、うん、だから意外といっぱい受けそうな感じですけど、でもまあ U2 はそうは言っても受けてるからね。うん、俺日本でも見ましたよ。あ、そうですか。うん、かっこよかった。やっぱりあのルーリードとか好きみたいで、あー、はい、ルーリードの映像を、に合わせて一緒に歌ってたりしてた。へえ。それドームで見たのかな。おあ、でも変わったおっさんだなっていうか、こう、まあでもあのモノはかっこよかったけどね。でやっぱりあのエッジのギター、うん、ディレイをいっぱい使ってるけども、まあ一人で三人でやってるサウンドには聞こえなかった。やっぱりその辺は相当、うん、B.B. キングっていう人がいるじゃないですか。はいはいはい、あの人がU2 と一緒にアルバム出してるんですよ。はうん、それも前かけたことあるけど、はい、でその時に B.B. キングが言ったのは、世界で一番リズムのいいのはエッジだって言ってます。まあディレイに合わせるんだから狂ってたらできないよね。まあ普通、まあシラフでしょうね。ドラッグとか酒なんか飲んでたら絶対ずれるから、ね、またそれはそれで味があるでしょ。ありますね。よくあの U2 はいいですよ。なんかあのなんていうのかな、自分たちのなんか我が道を行くっていうかな、まあもともとがアイルランド系のバンドですから、だから結構いろんな意味では国民性としてはこう、なんていうの、イギリスから離れるか離れまいかみたいなところがあるからさ、可愛いね、また可愛いでしょ。まあいい話飛んじゃいます。はい、うん、まあそんなような感じでしたね。で次は次、うん、はい、これはね、あのロビー・マッキントッシュって読むんだと思う、わかんないけど、ロビーさんっていう、ロビーさん、これはあのあるもう友人、あの田中君っていう田中誠二君から、ね、いただいた CD なんですけど、はい、タイトルがサンクスチェットって言うんですよ、ええ、多分そしたらチェットアトキンスしか考えられないんで、ね、ええ、でこの人もやっぱりギター弾きだから、あのチェットアトキンスの影響相当受けてると思います、ええ、曲調も割とそういう曲あったりしますけど、まあ、ちょっと変わってるんですけど、はい、ちょっとこれ聴いてみてください、はい、面白いです。じゃあロビー・マッキントッシュでサンクスチェット。うーん、よく知ってますね、誠二さんね。うん、内海さんは知らなかった。俺知らなかった。ありがとうございます。多めに持ってきた、ね、ありがとうございます。すいません。今、花粉症を着てる人いるからね。寒いですか？あげますか、少しこう、こう、あげますか？大丈夫です。あ、大丈夫です。ありがとうございます。お気遣いいただいて。すいません。アレルギーが。これは歌なしで、これ歌なしです、だからもう途中で適当に涼しい、涼しいですよ、ね、これマイクの近くにでも置いといてくださいってなんか出てたから、うん、書いてあったからその宮野さんこの CD 送ってきてくださって、あ、そうか、うん、証拠が欲しいわけ後でその時に、あ、いいですね、なんか今の時期にいいな、うん、ちょうどいいね、うん、
涼しい。出た時にってこんな感じ。うん、こういう感じだよ。まあ、もうちょっと古いけどね、うん、あの音的には。あの、古いっていうか、うん、世代が違うから。ああ、ええ。なんかずっと聴いてていい感じって。夢の曲いっぱいあるよ。カントリー系の人だよね。ああ、そうなんですか。うん、白人だし。この音色もこんな感じ。音色もこんな感じよ。これで終わっちゃうんですよね。これが長いのか。うん、終わっちゃうかもしれない。あ、そっから続くのか。まあいいや。あ、終わりですね。はい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 、どうもすみませんでした。ね、うん、なかなか爽やかな。爽やか。ね、あのやっぱりあのチェット・アトキンスに影響を受けた人って結構いっぱいいるんですよ、うん、あのマーク・ノッポラなんかもそうだし、あ、はい、あの一緒に共演したりしてるじゃないですか、まあ、ごあのまだご健在ですけども、ね、まあ、レスポールって方もご健在で、あ、はい、もう100近くなってる。あ、そうなんですね。それでもいろんな人とセッションしてます。わー、素晴らしい。うん、だからまあ微妙だね、どう転ぶか分かりません。じゃあこれメールいきましょう。メール、ね、北野先週来てくれました、ありがとうございます。あ、北野さん、昨日はだってあれでしょ、うんうん、先週はあれでしょ、そのまま後軽く初期払いしたけど、その後川崎で何、そうですよ、やっちゃったんだって。川崎でじゃあのほら飲んだじゃないですか、うん、あ、まあ、まず先じゃあ読んじゃいましょうか。その後でね、北野ちゃんね、千美、さん、美さん、こんにちは、うん、北野です、はい、先週はゲストに呼んでいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。また千美さんとセッションまでさせていただき、うん、またまたありがとうございます、はい、さらに番組終了のお察しコースに、居酒屋クロちゃん初期払いということで、4時頃からビールガンガン飲んで、はい、盛り上がりました、うん、明るいからうちから、お酒飲むのは本当に幸せですよ。そうですね、確かにね、うん、そしてうちえみさんと別れて、私もえみさんののぼるさんは、うん、なぜか JR 川崎駅前に行き、はい、来たの、うん、何のこと書いてある、初川崎路上ライブやってしまいました。しまいました、うん、酔った勢いでおじさん何やってんでしょうか。いいんじゃないですか。いいんじゃないの、うん、まあそんな楽しい一日でした、どうもありがとうございましたと、うん、はい、また路上ライブやりに行っちゃおうかなって、うん、そういいかもよ、うんうん、そう、あの後ね、出てからね来たら、うん、なんかね歌い足りないんですよ、あ、カラオケなんかこうパーッと歌いたいんですよ。あいつやっぱカラオケ行きたかったんだギターも持ってるしな、まあ、川崎行っちゃおうかなって、え、行くのって行っちゃおうかなって言いながらも東横線の乗り場に乗っちゃってたんですよ行こうってまた出て、東横線出た、うん、東横線って駅員さん、駅員すいません間違えました。で何 JR に乗り換え、 JR に乗り換えて川崎駅に、横須賀線乗ったわけ、なんだ、いや南武線、南武線か、うん、に乗って、で川崎駅に着いて、北野さん前からここでやろうと思ってたところがあるみたいで、そこで、うん、ちょっとやっちゃいますよ。あ、そう、ちょっと北郎ちゃんさ、なんか缶は置かなかったの、うん、ギターのケースはフライヤーないの、何もないの、うん、いやフライヤーちょこっ と CD は、うん、2枚持ってるかなって置きながら、うん、うん、でもうノリに乗って、うん、ノリノリで、うん、で、のぼるさん向こうの方で聞いて、私もこっちの方であんまり近くじゃおかしいもんそう、で缶物を飲みながらこうやってね、聞いてて、何曲歌ったんだろう、北郎ちゃん結構、あ、そう、うん、結構なんかずっとやってた、うん、10曲近く歌ってたんじゃないですかほんでひとしきり歌ったら気が済んだみたいで、あ、そう、次はまた用意したね、また来ようって感じで、ストリートドライブをこうやってあちこち見ようって言ったらば、なんかお金チェリーも来なかったかい、うんちょっとね、ちょっとあそこの場所どうかなって、場所は問題があるからね、そこによっちゃ、うん、あの場所によっちゃ結構稼げる時もあるから、ね、うん、忘れた、そう、その中ですごい、うん、あのひときわ目立ってたグループがあるんですよ、うんうんうん、あのね、川崎メルトダウンっていうグループなんですけど、そう、うん、とにかくね、なんかメルトダウンですね、ちょっと名前がね、うん、あれだけどね、まあでもわかるよ、うん、で、あの彼らはね、あ、彼女もいたかな、うんうん、川崎駅前で週1回路上ライブをしてます、うん、で、うん、ファンク、R&B、ジャズをルーツに、うん、スタンダードナンバーをほか、うん、
その場で出てきたフレーズを即興で演奏、決め事なんて何にもなくて、でもメンバー全員が川崎ゆかりの若手ミュージシャン、だからなんかこう結構ね曲とかあれはなんかリズムはすごいしっかりしてるんですよ。でこうみんなね各自こうあの活動してるんだけど、その他にみんなで集まれるようなホームな場所を探してたのが川崎駅前で、でもなかなかやらせてもらえないんじゃない。いやでも結構いろんな人やってました、ね、やってました。そう、じゃあそこはやってもいいスペースだったのか。そこはやってもいい、まあまあ、そういうスペースなんじゃないですか。で主要メンバーが8人で、多い時は15人から20人ぐらい、現在 CD を制作中のですということなんですけど、じゃあラッパーとかも入ってる。そう、それがね可愛いの、こう自転車にね、あのパーカッション2つこうつけて、できて自転車の上にのこうパーカッション置きながらそのままこう叩いて踊ったりしながらの子とか、いろんなこう何管楽器をやる子とかドラムとか、生活感のある感じだね。いやすごい、でも素敵な、昔ね生活向上委員会っていうバンドがあった、あそうなんですか全然生活ジャズとかやってると生活向上しないから、そういう委員会っていう名前つけてやってたんで、結局どっか行っちゃったでもね、そう周りの人たちもじっとしてられないぐらいにこうリズムに乗っちゃうんですよ。じゃあ上手なんだね。すごい、上手っていうか何も別にアピールしてないけど乗らせ上手っていうか、歌とか何もないんですよ。曲でこう乗らせる。それが一番です。ぜひ聞きに行ってください。じゃあ今度呼びますか。あ、もうね、ぜひ来てくださいったらもう全力で挑ませていただきます。まあ漫画できてからのがいいね。ね、そう。今制作中なんですよ。そう、彼らたちのねライブはね、あの土日とかじゃないんですね。もう昨日と8月6日火曜日、8月21日水曜日、8月27日火曜日の8時半から10時、そこでやって11時半ぐらいまでだ。そう、川崎駅の多分なんて言ったらいいんだろう。何口とかある、私初めて行ったからよくわかんないけど、まあ探せばきっとわかると思いますよ。まあ、頑張ってるからね。頑張って応援してあげないと。あと涼子ちゃんって女の子、19歳の弾き語りの子もなんかこう切々とかっこいい子歌ってて、なんとね8月2日、川崎捨てたもんじゃない。捨てたもんじゃない。渋谷のエッグマンで初ワンマンライブをするっていうそうなんですけど、ね、北郎ちゃんこれからもねそこで頑張るそうだから、そこで修行する。おじさんも仲間に。シンガーソングファーマーとしてはやっぱり。そうですね。ね、アーバンに行かないと都会も攻めていかない。ここで野菜置いてもいいかも。そうすると目的変わってきちゃう。まあそれも悪い手じゃないけど ね、だって野菜を、だってあのエビンビショップっていう有名な向こうのギタリストも、ボンボン、あの農業やってて、野菜持ってあるって言って、あそうですか。でメンバーに配るんだって。気持ちいいんだからだかわかんないけど、でもあの元々が農業をやりたくてやってたみたいで、だから北野も先祖代々じゃない、だからルーツとしては一緒なんだよね。でもなんか野菜を歌ったらそれで目引くしね、土にね、携わってる人間ってのはね、音楽もいいですよ。悪い人いないです。悪い人いないと思うよ。たまにいるかもしれないね、そんな感じの楽しいその後でしたよ。あ、そうですか。はい、ありがとうございました。じゃあこれちくろさん、ちくろさんこんにちは。年齢夫婦だって夫婦いいですね。こんにちは、ちくろです。はい、あっちですね。あっちだから体が慣れてない、こんなに水分が体の中にあるんだろうかってくらい汗かいてます。本当。ダクダクダク。ダクダクダク。昨日チャド行ってきました。あら、チームさんチャド入れてくれてる。あ、ごめんなさいね。今年には入れますからね。次回ありましたらお願いしますね。期待しております。あ、こんなに暑いのになんで食欲落ちないのかって。でもね、そう夜あの食べちゃうみたいな。俺ね夏になると太っちゃうんだよ。なんの、あ、だから食ってね、要するに動きたくないじゃん、暑いから、だからそれがいけないんだと。だから元気なんじゃないですか。どうだかね、あんまり元気でもないけど、まあそこそこだな、っていうことですか。いいことです。はい、食べられる、食べられる。でもね、食べられるってのは元気な証拠だからね。食べられなくなったら気をつけないとね、ほんと。もう一ついきますか。もう一つ、ブルスカちゃん、はい、ブースカちゃんの年齢はな、一緒、はい、ウィスです、ブースカです。暑い暑い暑い、暑すぎます。
涼しいお山に行きたいです、うん、皆さん熱中症に気をつけてくださいね、うんうん、水だけでなく塩分補給も忘れずに、うんね、はい、ポカリスエットで、うん、さて先週のカムトゲザー、うん、心に染みましたで、そうですね、言わずと知れたザ・ビートルズの名盤アビロードの1曲目ですね、うん、ジョンがパクったっていうのは有名な話ですが、そうなんですか、あんまり気にならなかった、あ、シューって言ってね、ジョンが歌ってるのは実際はシュートミーっていう歌詞なんです、へえ、俺を撃ってみろってなもんです、あ、なんか思わせぶりな内容だね、そういうあれなんだ、この曲を作って歌ってから11年後にジョンは撃たれて死ぬことになります、わ、うん、本人は思ってもみなかったことでしょう、うんうん、その他の歌詞にはマリファナが出てきたり、うん、一人と3人なんで歌っているところからポールの死亡説がさらに加速したなんておまけもあります。話だからとか言われたもん、あ、うん、さて50年前の1969年7月31日は、うん、この曲ではありませんがアビロードの中で数曲をレコーディングしています、解散前に力を振り絞ってすんごいアルバムを残してくれました、そうね、大感謝、あれはもういいですよ、素晴らしい、更新行きの旅費、抽出中に頭が痛いブースカでした、あ、まあ嬉しいんだけどね、 うっちゃん池尻両橋でもライブやってくださいね、やるよやるやるって全然やってないし、ね、はい、ありがとうございました、はい、ね、うん、それじゃあ次行きましょうかね、うん、これはね、ジョーウォルシュですね、ジョーウォルシュの、まあ、最近買ったアルバムなんですけど、はい、この曲がね、なんか妙に染みたというか、あ、じゃあジョーウォルシュって聞いてください、はい、I'm Action Different、うんうん、最近のなんですね、これ最近しても、まあ、2、3年前だけど、ね、うん、よいしょ、この人年に1枚は買って、そんなに出してるんですか、下手すると2枚ぐらい出してる、本当に、あ、でも声が全然、声を衰えないね。ね。これあの元々イーグルスのメンバーだったじゃない。うん、イーグルスが日本に来ると、ああ、ジョー・ウォルシュのパートがあるね。うん。そうするとそこが一番盛り上がっちゃ う。すごいですね。まあ声は独特だからな。うん。鼻かむから水分も補給しないとダメなんですよ、水飲んだらいいや、あ、なんとか、うん、ディレクターやった人だっけ、ね、あれだっけ、なんだっけ、 NHK、 お父さんが NHK してたよ、あ、そうだっけ、うん、で、これ送ってくださった、うん、あ、映ってないか、よいしょ、おなんか全然あれですね、うん、あ、電話か、声も全然いいですね、うん、ジョー・ウォルシュもうだって結構年でしょ、70ぐらいですか、70いってるかもしれないけどね、みんな元気だもんな、うん、ウェストコーストの人、どうなんだろう、イーグルスってウェストコースト、ウェストコーストだね、多分あっちの方だと思うんだよね、ジョー・ウォルシュは違うんですか、まあ、ジョー・ウォルシュも同じだと思うよ、あ、だからイーグルスの少し上になるのかな、うん、
その上先輩学っていうか、うん、ジョン・ウォルシュはその前に一人でもやってた、一人でも、うん、あのジェームス・ギャングっていうか、あ、そっか、ジェームス・ギャングね、そうそう、あ、よく書けますよね、そうそうそう、あれ名盤ですよ、うん、その後は一人だ、その後あのイーグルス入って、それから一人、うん、でまた戻ったりしてるじゃん、面白いね、うん、我が道を行くって感じかな、お、我が道、今日は三島君でね、ウェルちゃん来てない、ね、どうしたんだろう、なんかあったかな、うん、なんか悲しい出来事がない、いやいや、そんなどうでしょう、わからないからね、はい、あれですかね、そこのプロフィールとかは説明する、うん、いや、人もいいんじゃないの、一応の、簡単に、うん、この人のことなんて説明する、この人のこと、うがいてさんの友達、まあ俺の友達の友達で、はい、はい、すいません、ね、はい、ね、うん、ジョン・ウォルシュの、ジョン・ウォルシュ、うん、この人もう定期的にいろいろアルバム出してまして、ああ、ええ、日本じゃね、あんまり認知度はないんだけど、うん、ただイギリスのメンバーだって、うん、だったっていうことがあって、イギリスが日本にね、うんうんうん、来日した時は必ずジョン・ウォルシュも来てる時が多いんですね、必ずなんですね、必ずではないけど、ほとんど来てますね、うん、で、あのジョン・ウォルシュのパートをイギリスのステージの中でやるわけですよ、それが一番盛り上がっちゃうっていう、まああのファンが多いんですね、日本、あの結構好きな人が多いですよ、うんうん、あの俺もあの個人的にもすごい大好きだし、うん、ギターもいいしね、なんとかな、ちょっと変わってんだよな、うん、なんていうの、普通のギタリストっていうよりは声もすごく抜ける声してるんだけど、やっぱりギターに特徴があるっていうかね、こうエッジが立ったっていうかね、こう割と好きなタイプの、あのスティールクロッパーみたいな感じの音も出しますしね、不思議な方ですね、まああのあなたも言ったらウエストコーストかもしれないけどね、だから要するにイーグルスの兄貴分的存在っていうのかな、年齢も少し上じゃないかなって感じがしますけど、でもじゃあ今はだから70近いとは思うんですけどね、でも声全然いいですね、全然問題ないですね、最近のアルバム、これはまあ3年 2,3 年前ですけどね、でも最近もあまり変わってないって話です、うん、まあ、最近ちょっと聞いてない、あれですか、声って鍛えるごとに良くなっていくんですか、歌えば歌うほど、人によりますね、あのだってエルトン・ジョンみたく途中で、あのダメになっちゃう人もいれば、途中だともハスキーボイスがだんだんやっぱり薄れてきちゃうもんね、だんだん変わっちゃうのは確かだと思う、うん、だから自分で意識して変えた人もいれば、うんうんうん、自然にそういう人もいる、だからいろいろだと思う、内海さんの場合はどうですか、俺の場合そのままだからあんま変わらない、あ、そうですか、変わらないというか、まあ、あの、うん、だんだんあれ衰えるのは、まあ、年とともに当たり前、当たり前なんで、いや、でもなんかすごいいい感じで、いや、だから、うん、人によって違いますよ、お、うん、だからあのエルトン・ジョンみたいなああいうハイトーンの人は、うんうん、あのちょっと辛い部分も出てきちゃうかもしれないね、お、うん、特に高い声出すっていうのは、あ、なかなか大変なんですよ、お、それを声質として客お客さん、ファンの人も、うん、それを期待しちゃうじゃない、だからあの有名な話で大都会っていうバンドがいたでしょ、クリスタルキングですよ、あーっての、はいはい、あれ、あの人たちもあの野球のボールが当たって、であの高い声の人も声が出なくなった、そうなんですか、だから、うん、まあそれもわからないもんだよね、なんか草野球やってて見つかっちゃったの、それで出なくなっちゃった、あ、でもう一人の方は低い声で歌ってたじゃないですか、ええええ、まあ彼は大丈夫だったんですよ、だから一概にね、うん、難しいよね、その、同じ声をずっと維持することがいいのか、自然に変わっていくのがいいのか、うんうん、まあ自然に変わっていくのがいいのかなっていう気はするけど ね、うん、ギターなんかもそうですし、うん、どんどんみんな変わっていくのが当たり前ですからね、うん、じゃあここで一つ、はい、なんていうの、そうそう、ね、ね、ちょっといいですよ、おすすめのハーフマイルビーチクラブっていう、うんうんうん、あのまあね、あの内海さんのお友達の、うん、うかじっていうね、うん、あのアイムっていう、A.I.A.M.M. でバンドやってますけど、はい、
その宇賀地さんの知り合いですね。知り合い、お友達の、富野さんですか。いや、宮野さんか、ごめん。宮野さんの息子さんのバンドなんですけども、そう、そう、あの送ってくださった CD、私すごい気に入りました。一応プロフィールなんですけどもね、ハーフマイルビーチクラブ、うんうん、神奈川県逗子市を、うん、拠点に活動するバレアリックバンド、うんうん、バレアリックっていうのはね、バレアリックって俺もわからない。なんかクレタ島を源にする、うんうん、サウンドらしいんですけどね。やっぱり海ですかね。まあそうですね。そうか。でボーカル、ギター、ベース、ドラム、うん、シンセのサンプラの5人からなるバンドメンバーの他に、うん、小野面がオーガナイズする音楽と映画のパーティー、うんうん、ハーフマイルビーチクラブにて活動する。なんかそのビーチクラブっていうのは映画を見せながら、あのライブもやってるような、それは不思議なお店みたいです、ね、うん、シネマアミーゴですね。あ、シネマアミーゴ、シネマアミーゴっていう、そう、映画見ながら、うん、私場所知ってますよ。知ってますか。うん、で飲食できる、映画見ながら飲食できるお店があって、そこで活動してるメンバーさんたち、うん、だからバーテンダーさんやフォトグラファー、うんうん、DJ とかのメンバーも、うん、いて、総勢9人からなる音楽プロジェクト。そうですか、うん、ね、ちょっとあの聞いてみてください、うん、聞きましょうよ、うん、この中で私が選んだのは、ね、うん、そう、うん、テンパランスクラブ。青、なんかね、このブルームーンっていうのの、うん、これのあのプロモーションが、ブルームーンってどこあったの、すごいプロモーションビデオか、あれかな、ブルームーンってあのカナオちゃんがやったとこじゃないの。あ、うん、これは違う、これブルームーンっていう、あの音、あ、音か、音の PV、 あ、PV か、なんかあのリズムがみんななんか変わってて好き、懐かしかったり、なんか変わってたり、うん、これは何て言うんだっけ、これはね、テンパランスクラブ。テンパランスってなんか禁酒とか節制するとか、これか、そういう意味らしい。幸と不幸のよどんだ喧騒難しいこと言ってるの赤い街になる酔いの交差単語通るビロールつけるか、チームス先生音とこの歪んだ感じがすごい合ってるなとか思って、うん、あ、毎度なんかこの間川崎でね路上ライブやったらしいもんね。そう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 、とうとう目覚めちゃった、目覚めちゃったうん、そしたら路上ライブを聞いちゃったという、逆に違うところも逆に聞いちゃった。あ、そうそう言ってたよだけ、うん、よくできてるね。うん、ね、うん、まあ金になるかどうかわかんないけど、あでもわかんないから今、うん、なんでこんなのが売れるのかなっていうのもあるしね、うん、ちょっと意外性があった方がいいかもしれないよ。あ、彼らはそういうスクレダ島には行ったことあった、はい、すいません、うん、ね、スクレダ島、なんか海を感じさせます、ね、あ、うん、そうですね、このね、あのリリースパーティーがあるそうなんですけれども、うんうん、下北沢、うん、どこ3ってとこですか。うん、そこで8月3日土曜日、うんうん、あるそうですよ。うん、と18時30分から。あ、そうですか。はい、ぜひ ね、なんだっけ、ハーフマイルビーチクラブで検索してみてください。うん、なんか逗子がちょうどハーフマイルですから。うん、あ、そうなんですか。ね、どっから？逗子海岸が。あ、のこう、うん、長さ。あ、そうなんですか。そうなんです。へー。
あの鎌倉の方が長いですよ。ああそうですね。材木座は由比ヶ浜、七里ヶ浜、うん、で江ノ島の方まで行くからね。相当なんです。で、そうそう、あの PV があってね、私ね、うん、ね、あれそれは YouTube でも見れる。そう、YouTube でも見れる PV が、じゃブルームーンっていう曲だったかな。うん、まあなんかすごい。あ、ここに、ね。うん、面白かった、すごく。あ、そう。なんかそのこの音楽と、うん、自然とが、うん、で、まあ見てのお楽しみですけれども、なんかすべてが面白いって感じで。ここでこういうことしちゃって、それもあるなんだみたいな、ぜひチェックしてみてください。まあね、若い人にね、うん、いろんなことを感じてもらってると思いますよ。ね、最近の若い人はすごいですね。あの俺たちが感じるようなことを、うん、もう同じように感じてる場合もあるからね。うんうん、同じではないと思うけど。ただあのいろんなことはあの全て経験であの、うん、補えるものでもないからね。経験値が全てをそれを良しとしてくれるわけじゃないじゃん。うん、それは俺たちじじいばばあには分かるけど、そこはやっぱり勘違いしないようにね、うん、やっぱり若い人は若い人なりに疑問をぶつけていってほしいですよ、うんね、うん、それがやっぱ音楽っていうものだし、あのロックだったり、ね、いろんな形があると思うからね、うん、そう頑張ってほしいです ね、 いいじゃないですか。もう神奈川県逗子市発信、ね、俺と同郷だしね。あ、そう近いですもんね、神奈川県民としては。うんうん、そうですね、まあ、俺はあの鎌倉だったけど、うん、ね、ぜひ覚えておいてください、ね、わかりました。ハーフマイルビーチクラブでした。ね、皆さんも応援してあげてください、はい、ね、本当、ね、はい、はい、っていうことでした。ということで、はい、もう一曲、まあ、これはもう一曲いきましょうか、うん、はい、ね、これはですね、ずっと私がもう大評価して誰もうんって言ってくれないっていう、はい、え、そうですか。そうでもね、結構好きな人は好きみたいだけど、うんうん、ただなんていうの、あのヒルビリーって言葉自体を、あのロカビリーの前だってことを知らない人が多いんだよ。あのエディ・コクランとかもうみんなそうなんですけど、うん、そういうのを聞いて育ってるんですよ。ストーンズのメンバーもそうです、うん、ビートルズだってそうですね、うん、みんなそういうところに影響を受けて、ロカビリーになったりプレスリー聞いたり、うん、っていうことになってますから、はい、だからあの意外とね、うん、あの知られてないのかもしれない。これはあのいわゆる労働家ですね。だから白人にとっての労働家、黒人も、うん、だからこの前も何回も言ってるけど、黒人と白人に同じ貧乏人は一緒にやって仕事してるんですよ、うん、お互い嫌がってたとしてもね、はい、だけどそこで交流が出てくると、うん、自然にいろんな文化と、ノリとかブルースとか、いろんなものが混ざって、カントリーも混ざって、うん、で出来上がってきたのが、うん、ヒルビリーだったりロカビリーだったりするわけ、じゃあそのヒルビリーの原曲ですね、はい、これまあレールもうあのああ、ね、杭を打つね、うん、音まで入ってます、ね、聞いてください、はい、じゃあ、ノッティングヒルビリーズで、はい、レイロードワークソン、うん、そういうあれなんですね、うん、そうなのよ、うん、いわゆる労働家っていうか、うん、みんなこあのブルースなんかも、うん、あの面、またっていうかあれをこう採取するのに、うん、黒人がそれを辛い仕事をやってたり、白人でもやっぱりいたわけよ、そういう人、うん、そういう人たちがあの、まあ、中にはヨーロッパから移住してきた人も多いから黒人だけを差別するのも嫌な人種もいるわけよ、うんうん、まあ、なんていうのリベラルっていうか、自由主義っていうかな、そういう人たちもいるから、うん、だからそういう人たちと黒人たちはくっついてたと、うん、そこからいろんなものが出てきてる、うん、でもあれですね、音楽の力ってすごいですね。そう、だから人たちも初めはね、あの辛いのを紛らわすための音楽なんですよ、うん、あのクラシックっていうのはなりわいが違うから、うん、貴族と王様のための音楽だから、でそこのなりわいが全然違う、うん、だから俺たちが自然にそう身に入っていっちゃうのはやっぱりそういう労働者の歌だからと。ジャズは？ジャズも同じだよ、労働者の方で。ブルースから始まって、うんうん、でこれでいろんなものが出来上がったっていうところもあるし、ちょっと変わってるけどね。だからそれぞれ、うん、流れはみんなそれぞれあるんだけど、うん、あれクラシックからこう流れてってる人もいるよ、こうか、うん、あの別物からこう融合してた、あんまり融合はしないよね、うん、だってさ、うん、音符に出せないような音は嫌がるでしょ、クラシックの人、うん、ごめんなさい、クラシックの人はだってあの
あれだもん。譜面がに書けないものはやらないもん。譜面に書けないのは。だけどロックもブルースもカントリーもそうだけど、譜面じゃない部分をみんな聴いてるわけだからね。譜面に書けない音ってあります？ありますよ。あ、どういう、あの、何、この鍵盤のこう、ブルーノートとか言うけど、あれはもう半音っていうよりは、うん、4分の3音とか、4分の1音、あ、5分の、え、なんだから、5分の3とかさ、それぞれみんな違うのよ。それを譜面には出せないよね。だけど、それをこう表現しようとするじゃない。そうすると無理があるから、やっぱ結構難しい音符、おたまじゃくしになっちゃうね。だからクラシックでもすごいじゃん。あれはだから、クラシックの場合は、あの頭の中で描けないとできない音楽だけど、ブルースとかロックとかいうのは人と集まってできる音楽だ、そこの違いだよね。一人じゃないんだよ。そうですね、クラシックはもう一人の作業でね、モーツァルトなモーツァルト、ベートーベンなベートーベンな作るわけじゃん。みんなちょっと気難しそうな顔してる。そうですよ。それがそれがまあやっぱり虐げられた人たちにとっては、違うものに聞こえてくるんだよ、そうですね、ブルースとかそういうのってみんなでこうやってなんか一人が歌い出すとそれにこう一緒になって、だから労働家だと基本的にはね、なんとかなんだよ、そうだよな、そうだよなって集まってくるような、日本でもあるじゃん、炭鉱節みたいなもんだ、一種それに近いと思う。これイヤトットみたいなのね、紛らわすためにね。だってあの三輪明宏のさ、母ちゃんの歌だって同じようなもんだよ。あれもブルースだよ、ブルースだよ。母ちゃんが夜なべをしてってやつ。ありました、そういう歌。そうあった。よくわかんない。覚えてない。三輪明宏が歌ってたじゃん。母ちゃんが夜なべをしてて。あれって知ってる、その歌。あれ三輪俺ミワキヨで歌ってたんですか？そうだよ。へえ。いやっていうか前は名前違ってたから。あ、前なんだっけ？まあ違う名前だったよね。うん、違いましたね。変えたんだよね。でもあの人は苦労してると思うよ。だってあの時代でああいう生き方を選んだの。信じられないよね。だから三島由紀夫なんかはすごい評価してるの。まあ三島由紀夫もちょっと変わってるけど。でもあの人の文学ってもう全部一応読んだけど、難しいわ。あ、私もなんか読んだな。はい、あれちょうどいいですね。あ、任せます。あ、じゃあもう行っちゃいます、フェードアウトで。フェードアウトで、はい、こういう感じで ね、こういうものがあの、全てルーツになってますから、まあ、でもルーツミュージックっていうのは、ね、大事だと思うんで、まあ、よかったら聴いてみてください。はい、というわけで、次のコーナーに行きます。ビュンビュン、すごい元気がいいビュンだった。嬉しいね。ビュン、よろしくお願いします。やっぱり